そして告白する、する、する、させる、させますね。させるってどうすんの？分かるじゃないですか、もうなんか好きだって。こいつ私のこと好きやなと。うん。うん、だったら言いなさいよと。言いなさいよ。私こういう関係嫌だからねっていう。はあ、こんななんかあやふやな関係嫌だからねっ て, ってそしたらはい分かりましたっていう。大体俺やったら女お前言うやみたいな。そうこう言い返すよな、はいはい、お前どう思ってんねんって女は愛されてなんぼだから。いやその関係ある、男も女もこれ、こういうのは関係ないよ。これお前どう思ってんねん。あなたが好きな私も好き。もう好きや。思いっきり言うてるやん。誰のまでが、今まで付き合った人間が2人と嘘をついてますけど。本当に本当にうちダメなんですよ。親が厳しくて、もうダメって、チューもダメってしたら言いなさいって。あ、そう。で意外とこう固いっていうかちゃんとしてんねや。あ、私バリ固いですよ。なお前博多のラーメンか。もう浮気とかされたことないですか？めっちゃあるんだけど私。2人でも浮気しかされないんだけど。いや2人しか付き合ってないのに浮気されたって。その1人が3年付き合って。ああ 3年、3年で23回されて。23回も教習所やったら免許取れてんじゃん。23回。浮気するくせに振るんですよ。でも2週間後にちゃんと帰ってくるの。ごめんなさいって。あ、で許すの、うん、なんで愛してるから。で私は2週間ずっと待ってるの、お家で帰ってくるの。帰ってくるの。でもさ、今日は21回目だ、今日は22回目だ、うんうん、そんなもあった、うん、23回やった。これなんで別れた？私が好きな人できた。それが2人目なんだけど、私この人のこと好きになるから、好きになる前に別れようと思って、うん、浮気するの嫌だから。あ、ちょうど被るの嫌なんや。被るの嫌なの、うん、相手にも悪いし、その好きな人にも悪いから。ちゃんとしてんの。やばいでしょ。